おはようございます。おはようございます。100万回言えばよかった第3話感想動画でございます。はい。いやもう直樹の両親がさ、1回目で言って、はい、クソだったな。いやまあそうですね。あれはショックだな。俺ちょっと、ね、あれはね、うん、狂気すら感じたね。毒親ですねあれは。はい。あの親ガチャ失敗ってやつですねこれね。かわいそうだったね。なんかお父さんからはね、存在からもう目を背けられちゃってさ、はい、行方不明なら行方不明でみたいな。でお母さんからはなんか弟の命をさ、なんかこうつなぐ道具みたいにされちゃってさ、でなんか両親から愛情も受けずに、かわいそうなのよ、ね、もしかしたら亡くなってるかもしれないみたいな話になった時に、ね、うん、あの弟の匠がまた再発したらどうしようっていう、その一言に俺はちょっと怖っと思って、俺がねあそこで井上真央のポジションに座ってたら、うん、完全に顔の中心グーで殴ってたね。鼻頭をね、うん、一番痛いとこテイってやってたね。ツーンってするところね。そうツーンとさせる。ほんとツーンとさせてた。そんぐらい憎たらしいね、ああいうこと言う親、うん、そうだね。あれはよくだからあそこでさ、でもユイもさ怒んなかったなと、まあちょっとこう怒ってる感じで静かな怒りみたいなのあったけど、黙ってね、うん、あそこでこう怒らずにさ、その後にさ直樹が傷ついてるだろうから、うん、ね思ってさ愛の告白、うん、ユイのよかったねあれ。ああよかった、あれはねいいシーンでしたよ。どっかね好きな理由とかこう言うんじゃなくてさ、優しいとか、うんうん、面白いとかじゃなくてさ、うん、単純にただ好きっていうさ、そう理屈じゃないと、理由なんかないと、あなたが大好きです、それ聞いた時ツーンとしたね。いやお前本当に何顔面殴られた衝撃を受けてんだよ。言葉でこう殴られた顔面、本当に言葉の暴力。いや違う違う、それ意味変わってくるから。心に刺さったわけね。うん、いや、うん、あれがねやっぱねユイの直球の告白があったから、うん、その前のさお父さんお母さんのさ、うん、なんかイライラがなんかこう浄化された、俺の中で。ああでもあるわ、それはあるわ、よくやってくれたと、愛情でカバーしたみたいなね。そうそうそう、うん、でその後の直樹のね子供みたいな泣き方、うん、はいはい、あれも良かったじゃない。でこうユイに見られなくてよかったっていうさ、うん、あの地球に生まれてよかったみたいなさ。小田裕二の言い方です。世界陸上の小田裕二の言い方だから、ね、ちょっと入ってたよ。でもTVer とかでみんな確認してほしい、ちょっとそういう目で見ると、うん、小田さん入ってるから。俺あそこほんと何井上真央ちゃんの演技とかさ、佐藤健くんの演技とかが良すぎて3回ぐらい見ちゃった。そんなに見た？3回ぐらい見たと思う、あの告白のシーンだけ戻して、戻して、うん、オムライスのチューンとかは5回ぐらい見たから。いや あそこ良かったね。あれは良かった。あれ良かったね。オムライスに描いてる絵がね猫でね、100万回生きた猫のね、白い猫のことでしょ、はい、あれ。そう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 。でもあのタイミングでやるんだと思って、あっちゅう、そうそうそう、うまいっしょみたいなね。そう、な直樹もあそういうことするタイプなんだと思ってね。中学校ぐらいまであんなおとなしかったらね、もうあんなグイグイ、何があったんだってその間に。大人になるまで会ってなかったわけじゃん、中学卒業してさ、うん、その間に直樹に何があったんだって、その積極性を身につけた、いつ身につけたんだろうっていうさ、うん、その性に対して。いいよそこは描かなくていいんだよ。別にいらない、いらないこのドラマで。いらないそこ、うん、いやだからその今回はその直樹の過去が重いというかさ、はい、でまあでもユイがさその告白によって、うん、まあ、俺の心が浄化されてキュンキュンするんだけど、するんだけどよくよく考えたら、あれこれでも直樹死んでるかもしれないんだよなと思うと、めっちゃ心痛くなるの。またまあそうそうそう、でもほら心救われた感じじゃない、あれ。なんとなくこう親のさどういう気持ち考えか分かって、うん、ショックを受けてさ、
最後のシーンで、まあ、泣きながら気持ちが、まあ、救われたみたいな感じだったじゃない。いや俺このまま成仏したらどうしようと思ってドキドキしちゃった。ああそこで、ね、そうそう、なんかねそう言われてるからね、成仏したら見えなくなるみたいな感じのことはね。そうスーって消えてったら魚住の姉も言ってたもんね。それで打ち切りはないでしょ。3話打ち切りは、せっかくだんだんどんどん面白くなってるのに。そうだね、2人の関係はさ、まあいい方向に向かってるというかさ、まあ姿も見えなければ触れられないけど、気持ちのね通じ方としてはさ、うん、そこに直樹がいなくてもいい方向に向かってるというか、さらにこう絆が深まってるっていう感覚はあるじゃない。だからお互いの過去もさ、今んとここう触れずに、あえて触れずに来てたけど、今こういう状況になったおかげで直樹の過去知ったりとかさ、それで深まってってるわけだもんね。そうだね、だからなおさら直樹に生きてってほしいって思っちゃうんだよこっちも。はい、直樹生きてる場合をちょっと考えた方がいいなとは思うね。直樹が生き量、生き量っていうの、生き量じゃないですかの可能性をさ、無理やりでも見つけなきゃないわけよ、うん、そこでポイントとなってくるのがやっぱヨハン・リーベルトこと板倉さんなんだけど。はいはい、なんか今回もさ特訓みたいなあったじゃん。存在を知らせるためのね、息を吹きかけて、まずまあ通り抜け練習っていうかさ、念じること大事みたいなってできて、うん、紙を息で吹きかけて動かすみたいなの板倉さんはできてさ、直樹はまだできないじゃん。はい、そういうとこが俺は逆にその樋口、板倉さん演じる樋口と直樹の違い、そこにあるんじゃないかなっていうね。だから樋口はもう完全に死んじゃってるわけよ。だからそういう紙ふってやったらできるようになったし、でも直樹は実は死んでないからそれできないみたいな。なるほど、ね、死んだ、完全に死んだ人しかできない。あと直樹ができることって言ったら入り込むことできるじゃん。はいはい、できたじゃん、乗り移ってたじゃん、魚住に一回入ったじゃん、うん、樋口にそれ言った時にえみたいなさ、うん、いや俺もできるしみたいな感じだったじゃん。ってことはできないじゃんあれ、樋口は、はい、うん、そこが直樹と樋口の違うポイントになってるじゃん今んとこ。直樹は生き量だから、うん、それができるみたいな。なるほど、完全に死んじゃってたら乗り移りはできないみたいな。なるほど、だからあそこの2人の違いが今あるのは2人が違うからなんじゃないかって思っていこうかなっていう。ああなるほどね、まだもう生きてる方に望みをかけて味方ってことね。そう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 、うん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 、予告だとでもちょっと怖いのがさ、ブルースイートのかかってたわけじゃん、うんうん、あれが直樹だったらもう終わりじゃんよね。いやいや、そうなんだそうなんだけどね。あとはもう犯人誰なのかっていう特化していくのかもしれないし、殺人事件の方はさ解決に向かってってないじゃん今回にしても。だから冒頭のシーンではさ会いに行ってるわけじゃん、ユイはリオにでしょ、リオに会いに行ったタイミングでさエースが、うんうん、来るのよね、来た来たと思って、あれはもうだって完全にもう会えてきたわけでしょ。まあね、だからそのエースケが来て、そのエースケとユイが話してるのを見てリオと思われる人が引き返すのよ。そう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 、ってことはリオはエースケに会いたくないんだろうね多分、もしくはまあ狙われてるとかさ、うん、石岡エステートの石岡裕次郎の内縁の妻として名前も変えてたわけじゃん。ただこれね、うん、遺産相続は一切破棄するって言ってたから、お金に執着ある感じではなさそうなんだね、うん、そうなのに500万はあるっていうさ、だからあの500万は別に欲しくて手に入れたもんじゃなさそうじゃん。でその500万をエースケが狙ってる可能性があるんじゃないかなっていうね。うんうん、カリナは直樹とユイに多分会いたがってたんだよね、あっって何かを確認したいとか。だから俺その尾崎リオの妹とかでさ、尾崎リオがもうエースケに昔殺されちゃってて2人一緒に住んでた時期あったから、なんかいろいろ話聞きたいとかあんのかなとかさ、うん、あでも警察の調べではもう尾崎リオってなってましたけどね、その石岡裕次郎に聞きに行く時も尾崎リオっていう名前出して、それはだからユイが証言したからじゃないの、まだ本当の確定のような気はしないけど、そこ。そっか。だからもしかしたらだけど、うん、来週の森の中で死んじゃってそうな遺体みたいなワンチャンカリナだったらって思っちゃうね。エンスケにやられちゃって、あれ直樹っぽくさ映ってるけど、うん、カリナかなと思っちゃうね。この嗅ぎ回ってたカリナがエースケにやられちゃったっていう。そういうパターンあるね。でも俺が今一番気になってるのは、うん、トン先生の亡くなった旦那が魚住とクリソツっていうのが一番気になってる。はい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 。
なんかさ、嘘でしょって見て前回、うん、でなんか今回そこがさ、亡くなった旦那にすごい似ててって、いやそれで解決はちょっとなっていう。いやそうなのよね。だから孫先生はさ、幽霊なんて見えるわけない派の人じゃない、ああいう説明するってことは、うん、その脳がそうさせてるって言ってたから。だけどクリソツな人が出てきてのあの反応って魚住に何乗り移っちゃってんのみたいなさ。魚住と孫先生の亡くなった旦那、うん、わかんないけどなんか入れ替わってるみたいなさ。もうだからこのドラマって別にもう何でもありだから、そもそもの設定がもうそういう設定だからさ。あーそっかそっか、うん、今さらなんか魚住ね、真っ当な人間だとか言う必要ないからさ何が起きてももう大丈夫だから。うんうんうん、だから魚住がなんか、まあ、幽霊のニュータイプみたいな、はい、なんか実体化して公務員試験にも受かってみたいな、はいはい、真面目にやってんだね。実は幽霊のニュータイプっていうね。おうおう、孫さんの亡くなった旦那さんの体に入り込んでる霊、はい、そういうパターンもあるよね。ただそうなんだよね、孫さんが、うん、あの亡くなった旦那にあの人すごい似てるっていう話ってさ、理由がなければさ、うん、だから何っていう話だからさ、その回収の仕方で納得しないよ俺はって思ったから、うんね、そう考えるとやっぱ魚住も入れ替わってるとか中身がね、うんうん、でもあれだよね、旦那韓国人って言ったもんね。そこなんか関係あるのかなと思って。ああいうシーンを見せるってことはやっぱりうん、なんかその孫さんの元旦那に魚住が入り込んでるとかなってきそうな気がするけどね、うん、孫さんがなんかそういうなんつうんだろうな、まあ、見える見えない別としてその元旦那がなんか入り込んでるとか、うん、幽霊となってこう会いに来てるとかじゃないとあのシーン全くいらなくなっちゃうもんね。そうだね、孫さんとの関係全くいらないもんね、ストーリーとしては。だからさ、これいろんな楽しみ方があるんだよね、うん、2人の恋とかさ、うん、直樹と結衣の恋物語と、直樹生きてんのか、犯人誰なんだ、魚住何人なんだっていうねそうだねおー、うん、いろいろあんのよこれ、考えなきゃいけないこと。ヨハン・リーベルトは何をしてんのかとかねいやそれだったら堤下何してんだな、いや気になるけど。気になるんだよ、禁止してる家にいるよすごいんだよだからこのドラマ、いろいろ気になるとこが多くなってきてね、はい、ちょっと4話以降も注目して見ていきましょう。はい、皆さんの感想もコメント欄でお待ちしてますんで、まあ、考察とかね、私はこう思うよありましたらコメントください、よろしくお願いします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。